久しぶりじゃない？車の中から。今はどこに行ってるのかと言いますと、前回の動画で、まあ、会話の中にちょっと出てきてた、胸にしこりがあるよっていう話をね、したと思うんだけども、さらっとね、あるのよ、やつが。でさ、この胸のしこり、みんなどうなってんの？人のおっぱいなんて触ることないじゃない？で、そもそもそんなにさ、なんて言うんだろう、たわばじゃないわけよ。たわばな、たわば胸じゃないから、おっぱいがどういう感じなのか。このまま、信号を通過。その後次で右側2車線を走行。おっぱい自体がどういう硬さなのかっていうのを、まあ、自分のおっぱいしかさ、わかんないから、ずっと居座ってんの、この人。この、コリコリ。で、しかもね、胸っていうよりもね、胸の上、鎖骨から手のひら1個分ぐらい下ろしたあたり、ここ。信号で右側2車線を走行。いつも見てもらってるんだけど、なんかね、老化による石灰化みたいな話を、まあ一回されて、へえと思ったんだけど、なんか大きくなってきたり、 1.2km 先左車線を走行して東京方面へ。大きくなって痛くなってきてるから、ちょっと行こうかなと思って。39の時に若年性更年期障害ですっていう診断を受けてから、その時に一緒に、まあ、胸にしこりがあるっていう話をしたら、あ、おそらくそれも60以降の女性がよくかかるものでしょう、だから そんな気にしなくていいよなんつって言ってたんだけど、気になるのよ。わかんないよね。左車線を走行して東京方面へ。はい。みんなさ、おっぱいどうしてる？みんなのおっぱいってどうなってる？触ったことある？だってなくない？あたかい、このさ、コリコリがまた気になりだしてからさ、69の母のさ胸を触ってみたわけ。また全然違ったわ。全然私のやつと違った。柔らかいんだね、みんな。割と硬いです、私だから胸が硬いのよ。こういうのってだから分かんないから、女性は触り合った方がいいと思うよ。胸、他の人のおっぱいどうなってんのか、これって本当にしこりなのとか、なんかさ、動くしこりは良性でとかよく言うじゃん。でもそうとも限らないんだって。だからこういうのあるよねっていうのをちゃんとやった方がいいと思う。私29日同窓会行くから、みんなのおっぱいちょっとやっぱ見てこよう、触ってこよう。わかんないもんだって、自分のついてるものしか触らないでしょ。ダメだよ。他の人のも触って確認した方がいいと思う。仲いい友達のおっぱいはぜひ触って。で、男性の方はね、多分下の方もそうだと思うんだよね。下の方の病、局部の病、あんまりさ、触らないじゃない？大事よ。触んないとダメよ。だから触ったり、これってなんだろうみたいなのをチェックした方がいいと思うよ。いや、混んでるなぁ。この時間混むんだなぁ。検査結果分かりましたら、検査結果っていうか、病院行ったら一旦お知らせします。どこに行きゃいいのかしら。次右よね。よし。さあ、私行ってまいりました。マンモグラフィーとエコーをしたんですけれども、結果ですね、私がんではなく乳腺症でした。乳腺症って何かって話なんだけど、乳腺症っていうのはなんかホルモンのバランスが整ってないと乳腺が腫れたり痛くなったり、時には分泌物も出ることがあるんだって。知らなかった。で、私まだ分泌物とか出てないんだけど、もうしょうがないんだってさ。それって年だから、年齢を重ねていけばいくほどなってくる。
ようでして、大人の階段登ってるようです私ということで。でも何もなくてよかった、ちょっと安心で。治療方法っていうのはそもそもあんまりないんだって。薬は一応あるんだけれども、気持ち悪くなったり副作用の方が多いから、もう規則正しい生活とあのストレスフリーにしてくださいって言われるけど、え？そうなんですかっつって、よく食べてよく寝させていただきますっていうことで一旦は収まりました。まあ朝痛くなったりするのもね、そんなもんよ。で、大きくなったりちっちゃくなったりも要するにするわけ。なぜなら乳腺の腫れですからっていうことでした。これさ、乳腺の腫れってさ、あの昔ほら母乳してた時にさ、おっぱいが張ったら搾乳してとかさ、そういうことできたのよ、パイが出てる時は。でももうさ、そのおっぱい自体は出てないわけよ、母乳自体は出てないわけだから、何も出るものなかったらさ、まもなく右方向です、その先200m で左方向です、搾乳をするものもないわけよ。だからまあしょうがないね。よく寝ます、そしてよく食べます、それしかありません。皆様本当にご心配おかけしました。そしてあの病院の先生に聞いてみたんだけど、先生が他の人のパイもしくはチンを触るときは同じ年齢、同じぐらい同年齢、そして同じぐらいの BMI の方のね、触って確認していただきたいなと思います。これ本当ふざけてるわけじゃなくて、自分の持ってるもののことしか知らないでしょ。だから他の人のも一応知っといた方がいいと思う。ミドルクライシスよって、みんなちゃんと検診に行ってちゃんと確認しておきましょう。あと、なんて言うんだろう、その人と比べなくても自分のパイもしくはチンがどういう状態なのかっていうのを常日頃から観察しておくっていうのはとっても大事みたいだから、ぜひみんな今日おっぱい触ってみたり、チンを触ってみたりして、どういう今日はどういうコンディションなのかっていうのをね、確認していただけたらなと思います。チャンネル登録まだしてないそこのあなた、チャンネル登録一つポチッとお願いして、ずっとこんな感じでやらせていただいておりますけれども、頑張る大人の YouTube でございますので、みんなで一緒に頑張っていきましょう。それではまた次回の動画お楽しみに。また見てね、バイバイ。ホルモンバランスのが全然取れてないから、栄養失調じゃろ。うん、栄養失調ね。いや栄養失調じゃない、洗練ってどういう意味ってヨシが聞いてた。うん、洗濯の練習って違いますけど